杉沢大遺跡、杉沢大遺跡の位置杉沢大遺跡は、秋田県の白市岩座杉沢大にある、縄文時代前期の遺跡である。日本海から 3.3km、米大川下流域にあたる、標高約 35m の篠の目台地北側とその、斜面にかけて形成されており、米城川支流である筑部川に接した場所にある。 縄文前期を中心とする大規模な集落跡であり、範囲は3万5千平方メートルに及ぶ。1980年秋田県教育委員会により4672平方メートルの範囲で、発掘調査と平成15年からののしろ教育委員会による発掘調査が行われた結果多数の意向が確認され、この2度の調査により、縄文時代、 弥生時代、平安時代の遺構遺跡が発掘され、また、史跡周辺にも集落が広がっていることが分かった。2018年にはこの地で出土した、縄文前期の魔性石符が、北海道日高地方の青虎石であると判明した。長継ぎ31から16メートルの大型住居跡4棟を、 含む縦穴住居跡が44基、食料を保存するフラスコ状土壕が109基、検出されている。フラスコ状の貯蔵穴は提供と高さが2メートル程度のものが多く、そこに貝殻が捨てられていたものがあった。円筒仮装式土器を出土する。中でも、大地の最も高い場所にある、小番型で長径が31メートル、面積222平方メートルもある。 日本最大級の超大型住居が注目された。この大型住居は中央を境に柱の並び方が違い、何らかの役割の違いがあったのではないかと推定されている。また柱穴の重複関係から少なくとも3回は建て替えが行われたと考えられている。集落の中心部に大型住居が位置するなど、この遺跡は当時の人々の生活様式を知る上で大きな 手がかりとなる遺跡である。野城市内では、数少ない弥生時代の杉沢の遺跡が、杉沢大遺跡の南に位置しており、周囲には金ヶ沢など製鉄を連想させる地名がある。杉沢大遺跡は1981年9月3日、3714.79平方メートルが国の史跡に指定された。石器類は、石水や石碑が多い。 網漁に用いられる石水は2個の切り目を持った切り目石水が多く石碑は縦型のものが多い。出土した縄文土器は筒型の円筒仮装式土器であり内面に焦げがあるなど二滝に使われた形石があった。縄文前期の魔性石符2点が出土しており、この石符は北海道日高地方だけにある緑色岩の一種。 青虎石で作られたものであることが鑑定で判明した。当時の公益の手がかりになるとされる。また、近隣の野の城志牧瀬にある古建一遺跡でも青虎石の塊が発見された。こちらは加工の跡がありこの地方では、公益によって入手した石材で石符を作っていた可能性がある。秋田県遺跡地図情報、杉沢大秋田県教育庁。 2019年4月21日へ閲覧。杉沢大遺跡を再評価するのしろ市民団体。2019年4月21日へ閲覧。史跡名称天然記念物、杉沢大遺跡、文化庁。2019年4月21日へ閲覧。杉沢大遺跡から青虎市11日の市面から引く北は新報。2019年4月21日へ閲覧。 ありがとうございます。